やれやれだぜ。例えばだ、例えばこの美しい花だ。ほう、向かってくるのか。この花はこのまま咲き盛ってしまえば、あとは枯れゆくのみ。悲しいとは思わない。ということは、あの二人の騎士を倒してきたということ。生きてたのか。城太郎。